交通事故を究極はゼロにしようっていうのを目的にやっぱ研究していこう。交通事故を起こさない自動車は実現可能か。機械ってどうしても人が使うものなので、人にその使いやすかったりとか、あとは安全だったりとか、まあそういった機械ってどういうふうに設計すればいいのかっていうようなことを、まあ主に研究しています。で、題材としては自動車を例にして、で自動車の安全システムをどう設計したらいいのかとか、そういったことをドライビングシミュレーターというのを使って研究しています。事故になりそうな時に、運転している人を助けてくれる、運転支援システムって呼んでますけど、例えばぶつかりそうになったら自動的にブレーキをかけてくれるとか、車線をこう逸脱しそうになったらハンドルをこう自動で戻してくれるとか、まあ、そういう運転支援システムの安全性の研究ですとか、あとは自動運転を、まあ、どんな風に設計すれば安全なのかとか、そういったことをシミュレーターを使うと将来のそういうシステムも評価できたりするので、まあ、そんなことをやってます。で、もう一つはパーソナルモビリティ、それに自動運転を搭載すると、まあ、どんな風な安全な要素を考えなきゃいけないのか。まあ、普通の自動車は車道を走りますけど、小型のモビリティは歩道を走ることになるので、より歩行者とこう近かったりするので、まあ、さらにこう安全の要素っていうのを考えなきゃいけないっていうようなことになると思います。いろんな運転の仕方っていうのがあるので、じゃあそれを、どんなふうに機械の設計に反映していくかと、そこをこう違和感なく、かつ万が一の時をこう助けてくれるとか、違和感のない自動運転だったりとか、まあ、そういったシステムが将来的に設計できればいいなというふうに考えています。